今日もいい日だな。あれ、誰かからメール。ママだ。え、嘘だろ。子犬だといいな。あ、こりゃひどい。もうちょっと楽だと思ったんだけどな。いや、ぐちゃぐちゃがすぎるよ。どうしてこんなことに。とんだサプライズだよ。なんだか悲しくなるな。まあまあ、どうしてなんだ。ピカチュウがいるけどこんな目に遭わされるだなんて。君が唯一の友達だ。は？何が起きてる？なんだ。いや、激しかったな。あっ、どうも。汚くてごめん。今掃除するから手伝うよ。はい、どうぞ。ちょ、顔にかかってるって。じゃ、善は急げ。さっさと始めよう。俺は保安官、この町を掃除しに来た。てか、この部屋か。運が悪かったな、お前。おお、結構やるな。通りは安全だ。それじゃブルーを助けよう。大丈夫、俺がついてる。もう大丈夫だぞ。これを取ってやる。今の何？ああ、そういうこと。さっきの早打ち見てたかい？英雄的だろ。これなんだ？捨てちゃえばいいか。何してんだろ。ちょっと、どういうつもり？クリス、これ捨てちゃダメ。ゴミじゃないって。ほら、ランプなの。どいて。なんて乱暴な。これでよし。ほら、遊んでる暇なんてないよ。あ、やったな、この。なんて言ったっけ。クリス、最後の警告だよ。あ、そうだ、ひらめいたかも。きっと気に入るよ。まずロープを用意。短く切ろう。地味だから色も塗って。グルーガンを用意。端っこにちょっとつけるよ。ちょっとでいい。反対側もね。そしたら輪っかにする。端っこ同士を押し付ける。これがあればよし。さあ、くっつけるぞ。 ここに接着剤を出して風船につける。全体に貼り付けるよ。ここからがお楽しみ。風船が割る。あとは引っ張り出そう。これでランプのシェードができた。あと何が足りないかというと、冠ブルーみたいだね。ナイス。わあ、これすごいや。でしょ、思ったよりいいんじゃない。私のロープのおかげね。あ、床がゴミだらけ。うん、気分が良くない。風邪をひいた気がするな。なんでこんなに汚れてる。これはちょっとかかるな。おう、このクレヨン探してたんだ。うわ、汚いな。けどしょうがないか。って何してんの、それ。鼻水。吐きそうなんだけど。なんとか落ち着かせよう。何の途中だっけ。やったぞ。ほら見てよ、最新作。どうかな、俺たち二人。へえ、かわいいじゃんか。私もなんか書こう。あれ、クレヨンはその辺落ちてない？ソファーの下かな。おー、見つけた見つけた。よし。って、嘘でしょ、これもしかして。クリス、トイトレ済んでないの？いや、ほんとマジで。何の話してる。ああ、ちょっと小腹が空いてさ。チョコスプレッド好きなんだ。って、もしかして勘違い。うんこだと思った。ああ、よかった。次はスプーン使って。待って。あ、なんとかできそう。この布を使うよ。あとはバケツ。うん、これいけそう。ちょっと待ってて。ねえクリス、これを見て。このバケツを壁に貼る。イエイ。色を変えて並べていけば、まるで虹。ここにおもちゃを分けて入れられる。文房具もね。全部が整理整頓。そう、その反応が欲しかった。キャッチ。絵に色を塗って、使い終わったらしまうんだよ。一歩ずつやっていこう。
これはどこにやろう。うん、待った。あれ、誰かいるな。シャララララ、いや知らない人だ。おう、失礼しました。ピカチュウ、見せたいものがあるんだ。可愛くはないけど。何の話？写真を撮ったらずっと残るよ。あー、トラウマになりそう。なんとかしよう。毎朝あれ見るの困る。でもどうする？考えよう。そうだ、わかったぞ。この絵はどう？あー、それなんだ？ほら、隠しちゃえ。その手何してんの？いや、クールかなって。よし、シャワー男隠れた。サプライズ。うまくいかないか。そうだ、思いついたぞ。じゃあ見せてもらおうじゃん。これを使えばいい。趣味はビーチの散歩で、私もお互い気が合いそう。これで隠せるぞ。仲良くなり始めてたのに。電話して。どんな問題？無駄なアートってことにしよう。まだピカチュウに会いたいな。おう、おかえり、梅だね。いや、また会えたね。ずっといるよ、あいつ。どうすればいいんだ？あいつとシャンプーがトラウマだ。この紙ナプキン使えるかな？もっと早く気づいていれば。これを使うんだ。両側を持って折りたたんでいく。膝を作るんだ。真ん中をつまんで大喜利する。これでもうおさらばだ。たくさん作ってさらに貼る。どうかな？ねえ、これ持ってき。消えちゃったよ。俺も知らない、危ないとこだった。ま、このアート素敵だからいっか。これ疲れる、最悪だ。カーペットが汚すぎる。掃除とソーダ最高。守備ルーバー、あ、これがいいんだ。調子はどう？はあ、これくらいかな。お次は何？え？クリス？あ、ピカチュウ。いつも遊んでばっかりじゃん。俺の歌は嫌いか？みんな批判する。フリースタイルだ。ポップでロックだ、ベイビー。シャラララ、ウィードゥーダダ。やっちゃったかも。わあ、どうしよう。掃除しなくっちゃ。でもどうする？いや、俺じゃない、シャワーのやつが。モノに飲んでたでしょうが。もうたくさん、これは捨てるよ。ってなると困る。拭かなくっちゃ。出てこい。いや、全然ダメだ。あー、これ怒られるぞ。模様ってことにできないかな。あ、そうだ。アウチ。簡単だ。テープを使う。じゃあ始めるぞ。これをカーペットに貼る。2つに分けるんだ。斜めにね。そしたら小さく切る。そしたら絵の具を用意。それぞれを別の色に塗る。テープを境目にするぞ。これでシミを隠すからね。順調順調。終わったらテープを剥がす。あー、これ気持ちいい。わあ、カラフルだ。自分でもびっくりする。コーラのシミも消えてくれた。ピカチュウも描くぞ。何やってるわけ？新しい絨毯？いや、ちょっと試してみたんだ。わあ、すごいじゃん。なかなかやるね。ああ、君のために何かしたくって。はあ、ん？この音は？新しいポケモン出現か。こうしてられない。楽しみだ。早く行かないと。全力で行くぜ。必要なもんは全部揃ったかな。これは外せない。どこ行ったらいいのかな。あっちだ。多分合ってると思うんだけど、こっちに行くんだな。どこだ。迷子になりませんように。やべ、すいません。おい、なんだよ。もう少しだ。この少し先、近いぞ。ん？うわ、あんなとこ行けねえよ。せっかく見つけたのに。待っててよ。一
天気だね。かわいいな。見て見て。おい、どこにも行くなよ。しまった、大さん捕まらないんだから。待てよ。来るなら来い。これはどうだ。おい、シャワーなら必要ないぜ。動かないでってば。うわ、危なかったな。捕まえた。そんな。やった、ゲットだ。一匹捕まえた。ねえ、くらえ。うわ、失礼だぞ。お前がその気ならフリフリしてやる。自信吐きそう。思い知ったか。もう、分かったって。この本退屈。うわ、かわいい。キュートな猫ちゃん、どうして学校にいるんだ。待ってろ、遊んでやろうか。ほらの、遠慮するなよ。つまんねえな。うん、予想外の展開。しゃー、うわー、助けてくれ。見ろ、助けを呼んだんだ。なら始めよう。うわー、これって普通か。気をつけろ。うわ、危なかったな。待てよ、思いついちゃった。この植木鉢が使えるじゃん。どうすりゃいいんだ。あれ、どこ行ったんだ。ジュリー、ジュリー、いたいた。何してんだ。何よ、何の真似だ。隠れてんの。いや、隠れてねえけど。うお、綺麗な花。身を隠すのにぴったりだ。どうなってんの。静かにしてろよ。うん、植木鉢？お花は気に入ったな。幸せな気分にしてくれるんだ。すんごくね。変な見た目の木だな。カリカリしちゃおう。やめて、痛い。何この匂い。ま、いいか、マーキングしよっと。うん、いいね。よくねえよ、やめさせてくれ。ポケモンにしょんべんかけられるだなんて。どうして俺がこんな目に。母ちゃんに叱られる。ハイルズじゃん。やばいことになった。モンスターボールを使わないと。くらえ。あー、ゲット。意外と楽勝じゃん。お、サンキュー。でも俺はいらねえ。そう、じゃあもらっとくよ。よし、作業開始だ。まずはここから。よし、場所を開けてっと。これをどける。これどうしようかな。なんか見られてる感じするよね。不安になる。やっぱどっかやっちゃえ。結構な労働だな。時給が反省しないと困る。まだ終わらない。ふん、疲れてきた。まだ終わらない。これめっちゃ重い。これでよし。真っ白なキャンバスだね。こういうのを求めてた。このフラミンゴの枠を壁に貼るでしょ。もうちょっと必要。よし、じゃあ色塗りだ。こういう作業って楽しいよね。すごい傑作が生まれるかも。何億円で売れたりして。そりゃないか。でも気に入ってる。もうすぐ完成。どう思う？すごいでしょ？まるで熱帯のパラダイス。あと何かが足りないな。なんだろう。そうだ、待っててよ。ここにベッドを持ってくる。これでよしと。休憩が欲しいな。なかなか寝つけない。これはダメだ。なんとかしよう。まずベッドの上に毛布を敷いて、これでふかふかに。そこに枕を並べよう。いい感じじゃない。他に何が必要かな。おお、いいことひらめいた。これ気に入るからね。動きのスムーズさもさることながら、この滑り台をご覧あれ。場所に動かすよ。
ロフトベッドにつなぐんだ。絶対楽しいって。次にプールを膨らませる。これしんどい、頭クラクラしてきた。もっといい考えがある。ドライヤーを使おう。それとペットボトルね。ボトルの口をドライヤーにはめてテープで目張りする。隙間なくしっかりね。これでよしと。いいじゃん、バンバン。そしたら吹き込み口にはめてスイッチオン。わあ、大成功。いいね、楽ちん。しかも早い。昔からこうしてればよかった。膨らんだらこれは用済み。これを場所にセット。滑り台の着水ポイント、これでよしと。プールに入れるのはなんだ。ボールだ。ボールをたっぷり。じゃあやってみよう。ワクワクする。いくぞ。ウィー。あー楽しかった。過去一のアイディアじゃない。もっと前からやってればな。はい、グレイスだよ。うちおいでよ。パーティーしよう。グレイス？マジで？超楽しそう。パフー。え？パーティー？よっしゃ、イエー。何？パーティー？行く行く。もしもし？わあ、すごそうじゃん。うん、絶対行く。私パーティー好きだから。え、本当？やるっきゃないじゃん。後で行く。オーイエー。俺も呼ばれたの？すごい。長く遊ぼうよ。じゃあまた。絶対楽しいぞ。あと一つ。ああ、ダンボールってかさばるわ。ついに完成と思ったのに、ふん。箱の底は閉じてるはずじゃ。テープでなんとか。ベタベタね。メガネがいるわ。これでいいはず。もう一回試すんだ。感覚がつかめてきたぞ。1枚借りるよ、ママ。これで出来上がり。わあ、うん、大丈夫ママ。全然平気。そりゃよかった。まだ続けるぞ。ずっとブロックで遊んでるや。わあ、これ全部ママが？そう、頑張ったの。そうだわ、このロープを使えば。うん、どこに繋がってるの？長いわね。ここが最後か。これ使えそう。もらいます。ふっ、危なかった。この骨のおもちゃからね。そして他のもロープに結びつければいいのよ。じゃーん、これで散らからないわ。全部一つにまとまった。でもまだ完成じゃないわよ。これをベッドに結びつけるの。ナオミ、バグさん、できたわよ。見てみよう。ほら見て。うわあ、これ全部あなたのよ、パグ。ありがとう、ママ。どこから始めよう。やることいっぱいだ。ベッドを処分しないと。楽しみだな。恨みはないけど悪いね。くらえ。これストレス解消になる。やった。じゃあお次は。グレース、もう始めてる。手始めにベッドが欲しいな。じゃあ仕事開始。計画を立てて。どんな感じに。そうだ、これは重労働だ。設計図書くのってこんな難しいのね。もっと簡単なはずじゃん。これはここで、これもっと。よし、いいじゃん。大工さん雇った方が良かったかな。収納は多い方がいい。思ってたんと違う。ああ、もうイライラする。分かった、じゃあ本気出す。ああ目が回る。もう吐きそう。部屋がぐるぐる回る。おお、やったぞ。
さすが私。ふぅ、よし、これでシーツも OK。 ギラギラさせよう。飾り付けしないと。この靴大好き。いい感じ。イケメンゲット。本はここに並べる。あとは、あ、そうだ、勉強机。私だけのワークスペース。もう見違えたじゃん。こんな可愛いの全部一人で。あとはベッドを試そう。ああ、エミリーやっほー。ああ、これ溶ける。エミリー、はーい。はーい、これ楽しいじゃん。お部屋をきれいにっと。きれいな心はきれいな部屋に宿るってもんよ。ああ、これは捨てておけない。こすったら落ちるかな。あ、なにこれ、ただのシール？変なの。信じられる？これも取る。逃がさないからね。全部取り切れたかな。ゴミ箱に入れよう。ああ、外したのか。もっと練習がいるな。もう一度。待って、ただでテレビが手に入った。使わせてもらおう。ここに置いてっと。何がやってるかな。一休みっと。あれ、つかないんだけど。おい、つけ。あれ、俺の家、幽霊でもいる？あれ、これ違うリモコンだ。でもまだつかない。壊れてるのかな。グレース、うん、届かない。何やってんだ。届いた。うわー、痛い。お尻が。目の前でお笑いやってるみたいだからいいか。笑えないんだからね。ごめん。っていうか、それでひらめいた。うん、つまりそうしてこうしてきっとうまくいく。じゃあこれをこうして、まずは手始めにテレビの裏を取り外す。これでよし。一旦横に避けて置いておく。これはいらないね。よくわからないし。これも外に。うわ、これ重い。もうジム行かなくても良さそう。ふう、骨が折れるな。そしたらこの箱を用意。これを裏からはめ込んで場所に固定する。リモコンはどこだっけ。あったあった。おう、動いた。ワクワクするね。そしたらこの LED をテレビの内側に張り巡らす。輪郭に沿ってね。これでよし。じゃあ棚に乗せよう。そんで最後はこれをおやつ棚にする。わあ、いいじゃんこれ。おお、超クールだね。テレビあんの？そう、気に入った。でもこの番組は退屈。え、本気なの？バッテリーが死んでる。どのチャンネルも同じ絵じゃん。いや、ほっとこう。だけど手直しが必要ね。そうだね。じゃあまずはお掃除から。そうね。なんでこんなに段ボール、ゴミ捨て場にでもされてたん？うん、クモの巣もいっぱい。クモがいなくてよかった。くっつくなー。よし、手から取れた。ふう、やった、お掃除完了。疲れたけどね。一息つきたい。一息というか一眠り。うん、ミッキー寝たかな。よし、今がチャンスだ。このはしごを登って上の寝室へ。よしと、抜き足、差し足、忍び足。
この箱とか何か温まれるものは、そうだな、この毛布、これならよし。このゴミ箱もチェックしよう。誰かに見られてる？いや誰もいないみたい。あ、助けて、ゴミ箱に怪物が。いい、殺さないで、助けて。なんて怖がりすぎ、ビビりすぎ。なんなのもう、なんてことするの。ちょっと待って、その着ぐるみ温かそう。アイディアが浮かんだ。用意するのは布地と定規、マーカーでまっすぐ線を引いてマス目を作る。そしたらプラスチックのフレームに毛糸を巻きつけてぐるぐると行こう。全体をくるんだらホットグルー、これを布地の端に塗ったら毛糸を上にくっつける。グルーが乾いたらハサミで毛糸を切っていこう。これをずっと繰り返せば、よし、布地が覚えた。あとは手ぐしで整えて。いいね、思ってたよりもずっといい出来。ふわふわで柔らかいラグの完成。うわ、すごい、よく作れたね。ありがとう、こういうのが欲しいと思ってさ。でもやることは山積み、時間は無駄にできない。これはどけるでしょ。あんたはこっち、映らないテレビだけど。パーティーに音楽は必須ね。ただこのスピーカーは鳴らないな。まずは箱をどけまして、ふん、あとちょっと、これでもう少しっと。で、何をするかって思うでしょ。このスタンドを隅っこに移動、ここがうってつけね。じゃあ見ようか。うん、殺風景デコレーションしよう。蛇腹を広げてここに貼る。もっと作るよ、パーティーのムードを演出。壁にも貼ろうか。だんだん仕上がってきた。これは絶対いいぞ。スタンドの周りを飾ってくれる。今年一のパーティーになりそう。でもまだ終わらない。壁の目玉はこれよ、これ。ちょっと手を貸して、しわなく滑らかに貼ろう。はあ、喉が渇くな。なんて空っぽだよ。これを壁に貼る。さらにもうちょっと足す。あと一つ場所が空いてるね。観覧車の完成。わあ、いいね。空も作ってこう。雲が可愛らしい。まるでビーチにいる気分。日焼けもしたいかもね。もう一つの壁もっと。わあ、やるぞ。飾り付け RTA だ。ふん、気球なんてどう？いいね。気分が乗ってきたからダンスの練習。これでよし。あー疲れる。あ、ドリンクとおやつが必要じゃん。キッチンに急げ。パルクールと失礼。そうだ、まさにうってつけ。一緒に来るんだよ。失礼します。そーっとそーっと到着。誰にも怪しまれないぞ。これをここに置く。私のバーカウンター。なんか食べたくなるな。サングラスにチェンジ。そして喉を潤そう。あ、これよこれ。でもグラスもこだわりたいとこだね。なんせパーティーなんだし、トロピカルな気分、雰囲気を出さなきゃ。うん、これは美味しそうだ。小さな傘もさしてっと。これでリラックスできる。パーティーのムード盛り上がってきた。うん、ポテトチップス、これはやめられない。大好物なんだ。アイスクリームはバーベキューに向かない。ん？何この物音は。マンディ、起きたね。これ持ってきたよ。ビーズクッション、上に座るためのさ。うわ、なんだなんだ。わあ、なんだ地震が。今すぐ逃げなくちゃ。椅子から逃げよう。いや、上も同じくらい揺れてる。なんで？やっぱり地震だ。急いでここから避難しよう。うわ、なになに、クラブパーティーやってんじゃん。なんだ、地震じゃなかったんだ。マンディ、いい考えがある。この風船を持って帰ろう。え？ほらほら、秘密の部屋に持ってくの。はあ、下はずっと静かだね。風船も持ってこれた。
それじゃ作業始めよう。この大きなビニール袋の中に風船を入れていく。ぴったりだね。最後の一つ。そしたら袋をしっかり閉じる。次にキャップを外したら余分な空気を全部抜く。これでよし。袋の空気が抜けたからキャップを戻せばこのままになる。ああこれでよし。ビーズクッションにオットマン。パーティー最高。やっぱ暑い方が冷たいよりいいよね。ああここ落ち着く。おかえりマンディ。パーティー最高だった。超楽しかったって。何？ああバレちゃったか。このバルーン家具いい感じでしょ。それくらい私も持ってる。ほら燃えた燃えた。あそう。ってマンディ眩しすぎるんだけど。マンディやめて。どうかしたのミッキー。眩しすぎて聞こえない。あー美味しい。このチップスうまいな。なんだなんだ。ダンボールが逃げてくぞ。はは秘密基地にうってつける箱。あそう最高だと思わないと。いやわからないならいいの。私が使うから。塗りたてのペンキっていつ見ても最高。そしたらこっちはオレンジ色に塗ろうかな。よし。あとは小さく切っていってこれを箱の側面に並べる。間に隙間を開けるんだよ。ずらして並べるとそれっぽい。ここにもう一枚貼って。お次は電飾。ライトアップすればもっと楽しいね。茶色い紙を黒く塗ろう。乾いたら少しくしゃくしゃに。キャンドルにも火をつけて。これでよしと。ほらできた。新品の暖炉もっと快適になった。お次は？そうだな。でも何かまだ物足りないよね。もしかして同じこと考えてる？そうかも。さあ壁に色を塗ろう。ステンシルあるよ。私だって持ってる炎のやつをね。これいい感じになりそう。私たち天才。出来栄えどうかな。あー素敵じゃん。いいね。炎がそれっぽい。ハイタッチ。頑張ったね私たち。部屋もリフォームできちゃうんですね。動画のお友達との共有とチャンネル登録もお忘れなく。新着動画をお楽しみに。